というわけで佐賀を旅直しております。気持ちいいな。延命地蔵か。せいちゃん、せいちゃん、もう一つせいちゃん。こっちから行こうかな。佐賀、こういう水路がいっぱいあるんだよね。Distance 1km。ああ、大きな公園に来たな。綺麗な公園だな。そしてあそこに佐賀新聞があるぞ。せいちゃん、せいちゃん、もう一つせいちゃん、せいちゃん、せいちゃん。おしちゃいってんだ。おしちゃい、おしちゃい、おしちゃい。せいちゃん、せいちゃん、もう一つせいちゃん、せいちゃん、せいちゃん、もう一つせいちゃん。佐賀新聞だ。中尾誠一郎先生の佐賀新聞社がここにありました。でかい立派な会社だな、佐賀新聞。いいね。というわけで佐賀新聞の横にはなんか文文テレビ SCV ってのがある。あれもせいちゃんの会社なのかしら。すごいな、せいちゃん。せいちゃんいいね。佐賀新聞すごいな。水素ステーションがあるんだな。エアリキッドっていうんだね。先端技術だ。堀江神社か。大きな木だな。なんか雲が広がってポツポツちょっと降ってきたな。園芸センターか。わっせ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 。なんか公園があったな。佐賀、花と緑の散歩道があるんだな。この辺りは気持ちのいい散歩道と公園があるんだな。子供の公園みたいな。花が咲いてる。そしてここは神野のお茶屋って言われてたんだね。旧藩主鍋島公の別荘だったんだな。それはすごく由緒正しい公園だね。いろんなトンボがいるんだな。今度来ないとな。ここはトンボ王国なんだな。いい公園だな。あっせ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 。
川沿いの道だ。確かこの辺りの道を佐賀桜マラソンの時走った気がするんだけどね、最後の方だったかな、一番疲れてたとこだった気がする。思い出すな。肥前醤油から 2.0km のとこなんだな。なんか良さそうなとこがあるな。なんか素敵なとこに来たな。これは何なんだろう。これひょっとしてさっき来た子供の公園の続きなんだな。というわけで、ここ鍋島港の別荘だったそうですが、今英語で合計4分ぐらいかなのビデオを撮ったんですけど、やっぱり本当に素晴らしいところですね。はい、とても、美意識的にも美しく素晴らしいところだと思います。こういうものをね、紹介できる、英語で紹介するっていうのはとてもいいことだと思いますので、皆さんもちょよろしかったらご覧ください。さっき走ってきたところの川の先なんだけど、これは自転車歩行者用ロードとか道路って書いてあるから嬉しい感じするね。僕歩行者。歩行者用の道路が続いてて嬉しいな。あっせ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 、この緑の散歩道いいな。酔いと花の散歩道か。田伏川の水は綺麗なんだな。ここはホタルロードなんだな。雨降ってきたな。雨が降ってきたよ。これから川が曲がり始めた。あっせあっせあっせ、おお、なんじゃこりゃ。あっせあっせあっせ、ここは田伏、佐賀藩の田伏公儀反射炉跡なのか。
歴史を感じさせるな。佐賀藩は明治維新で重要な役割を果たしたんだな。なんと行き止まりだった。だけどそのおかげで佐賀藩の抗議反射の跡を見られてよかった、ね、こういう旅班でこれ偶然見つけるのが嬉しいんだよね。こういうひそやかな行き止まりの川の横の道にこういうものがあるなんて思いもしないから、これが旅ランド醍醐味だな。さあ戻るか。コーヒー&ビーンズ、シンバコーヒーだって。手書い通りやってきたな。九州のお伊勢さん、伊勢神社はこっちにあるんだな。伊勢町か、伊勢町の交差点だ。伊勢町の交差点だ。お魚が泳いでるのか。あ、甘い色。あ、これはさっき来た五穀神社さんではないですか。なるほど、こう繋がってたんだな。というわけで、佐賀の旅ラン、だいたい8キロぐらいやったことになるのかな。今回はですね、ちょっと雨も降ってきたこともあって小雨ですけど、ちょっと予定より、少し短く切り上げたんですけど、まあ、それも足を教えて、しかもですね、意外なところにその川沿いを走る緑の道、ホタルの道とかもある、それがあることに気づいて、やっぱり旅ランってやっぱりね、佐賀はもう10回近く走ってると思うんですが、走るたびに発見があるのが素晴らしいですね。だから旅ランやめられないって感じがするんだよね。ここに辻の道バス停があるね。まあだから旅ランは本当奥深いですね。何回走ったとこで、何回走ったとこでも発見があるから、まあ人生も同じですよね。日々同じことをやってるように見えて、どん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 違う方向に行くわけだから、旅ランは人生だなと思いました。ということで皆さんもぜひ旅ランしてください。おー、日常が色づいてきてるな。